はい、こんにちは。札幌占い美容師相葉橋の後藤です。今回はですね、ヴァイオレットっていう表参道の美容室、ルイさんという方のスタイルですね。はい、ハンサムショートのスタイルですね。こういう前髪が長いスタイルで、襟足が短いボイッシュなスタイルなんですけど、今回のウィッグは前髪が短いんで、これぐらいしか今なかったんで、ちょっと無理やりここに生かす方法ですね。それをちょっとやってみたいと思います。で、まあ、多分ね、前髪伸ばし中の方とかもいると思うんで、そういう方がどうやったらこういうバングが長いスタイルに作れるかをちょっと、レクチャーしたいと思います。バームオイルをつけてカットしていくんですが、これはもういつも通りですね。結構質感を作っていった方が、これ無理に売りたいとかじゃなくてですね、まあ、このようなものがあればいいんですよ。なので、質感を一緒にお客さんと共有できるんで、僕は結構これを使って切った方が、重さがどれぐらい残るかっていうのも分かるし、ミドルの重さを取って毛先の重さをブラント感を残すことが分かりやすいんで、これをつけます。つける量としては、このぐらいですね。で、このボイッシュのスタイルに使うのは、今回マジックポイントっていうカット方法を使います。あとはまあ普通です。あと前髪ぼかしたりするとこぐらいかなと思うんで、まあ、そんな難しくないんでやります。まずバックウェイトから決めていきます。まあ、基本的に、こういうスタイルはもうバックウェイト最初決めていくので、ちょっとイヤートゥーから分かりやすくね、分けていただいて、はい。で、イヤートゥー決めたら、バックウェイトどの位置がいいのかっていうのですね、実際に横から見て、この実際のモデルさんと照らし合わせてですね、この辺がいいのかなとか、結構ウエイトが下側なので、ボンノクボあたりでウエイトを決めたいと思います。ウエイトラインはボンノクボですね。ここで、1回センターを止めちゃいます。で、センター止めたら今度は、このままサイドに持っていきます。はい、こういう感じですね。で、先にこう切っちゃいます。で、今回使うのはブラント2セニング、これ 50% ぐらいのパワーがあるやつを逆刃で使います。こちらですね。これがちょっと新しくブラントセニングっていうのが、まあ、あったんですけど、ちょっと廃盤になって、新しい型にしました。こちらがブラント2セニングってやつですね。2番目のやつですね。まあ、最初怖い方は、このまま指で1回持って、金切りしちゃってもいいと思うんですけど、こんな感じですね。怖い方は金切りしちゃってもいいですね。僕はもうコームで一気にいっちゃうんですけど、僕はいつもどうやってやってるかっていうと、このままちょっと分かりづらいこっち側でやりましょうか。このままコーム当ててエレベーションさせた状態で、こういう状態でこういうふうに、まあ皆さんの方が上手にできると思うんですけど、まあ、このままちょっと肩があるか見づらいかな。このままこうただライン合わせて切るだけです。バリカンでやってるのと変わんないですね。このままコーム上からバリカンやるような感じでやってるのと変わんないです。まあ、このぐらい楽に切ります。で、僕刈り上げは下からじゃなくて上から刈り上げるんですけど、刈り上げは下からじゃなくて、上から結構刈り上げる、こういう感じで刈り上げます。で、上からやった方が丸いラインが作れるんで、上から刈り上げちゃうんですね、こういう感じで。で、やるときはこういう感じです。銃撃つみたいな感じです。指がこういう状態ですね。こうですね、こう、3点ポジションですね。親指はあんまり入れてないです。親指はもうちょっとしか入れてない状態で、この、逆刃で、この裏のぼっちのところをこう触る感じで鉄砲打つような感じですね。
ピンと伸ばす感じ、人に指さす感じです。はい、これをただこう変えるだけです。このまま安定、左手を添えながら、上から刈り上げていきます。上からやった方がラウンド感出やすいんで、刈り上げがなので優しい刈り上げライン、これが鋭利な刈り上げにしちゃうとメンズっぽくなっちゃうので、女性なんでやっぱり柔らかい質感を作っていった方がいいんで、刈り上げもメンズと違う刈り上げの方法でやっていきます。男性の場合はもっと鋭角の足っていうストレートのラインが出ちゃっていいと思うんですけど、女性はやっぱ柔らかさがあった方が可愛いんで、あえてちょっとね、ちょっと温かみがある刈り上げというか、そういう感じにふわしますね。こんな感じかな。で、まあこの一番最後は後で調節するということで、まあちょっと若干襟足残ってるんですけど、まあちょっと今回は切りました。ちょっと若干残してるスタイルなんで、もうちょっとここあるんですけど、分かりやすいようにちょっと今日は刈り上げにしたいと思います。ブラント2セニングで、そのままラインを決めていくんですけれども、ちょっとこれでいっちゃいましょう。はい、なのでここはいつもこう上切りするんですけど、ちょっと上切りだとラインが見えないんで、こういう場合は、ちょっと少し様子を見ながら切りたいんで、こっちで切ります。こっちだとこっちでもいいんですけど、ちょっとはっきり分かんないんでね。まあ、コーム使いたい方はコームで、ノーテンションであまりコーム奥まで入れないようにして、そのまま、もしコーム使う場合でしたらこういう風に使ってください。ここの支点と前髪の支点とこの、アンダーの支点を無理やりつなげていくんですね。はい、なんで無理やりマッシュルーム作っていくような感じです。これを、セニングできることによって、ちょっとフロントに全部持っていきますので、綺麗につなげないという感じですね。シースルーパンク作るみたいな感じで、この中間髪の毛があったら、この中間、簡単にもペンシルシザーが一番話が早いんで、この間みたいな感じですね。ペンシルを縦に入れていきます。だいたい三角形にこう手で分け取って入れていくんですけど、で例えばパツって切ったとしても、ここが笹場になってるんで、柔らかい感じになりやすいです。もし皆さんない場合は指をここに入れて、こういう風に柔らかく切れるようにちょっとしてください。こういう感じです。ストレートバーだと指ここに入れると、ここにブレーキかかって最後まで締まらなくもできるんで。で今度バックの方です。だからめちゃくちゃ簡単ですね。でこのただバックのところがおかっぱになってるんで、この表面だけちょっとね、後で少し軽さを出して、まあ昔僕も名前言えないですけど、表参道とかにある、スライドカットが有名なお店で働いてたことがあるんですけど、あそこも、スライドカットを入れるときに指で重さ見るんですよね。こういうふうに指でこういうふうに厚みを見て、で OK だなと思ったらこうスライドカット入れるみたいな感じですね。はい、こうやってやりますよね、よく。でもスライドカットって実際ぶっちゃけこっち側しか入れれないんで、反対側入れれないから、だったらそしたらここバックのここ、これ今ラインが汚いので、まあ何でもいいんですけど、T4 セニングとかでも全然いいですし、そしたら、このイヤーとイヤーに、これ三角形できますよね。これがマジックポイントで、はい、そしたらこのイヤーとイヤーで、イヤートゥイヤーの延長線上のところですね。ここですね。でここから、鉢のちょっと下です。はい、ただこれ人それぞれ違うんで、イヤートゥイヤーも、はい、はい、で T4 セニングを逆場で持ちます。本来こうなんですけど、逆場持ちですね。はい、ちょっとそぎを強くするために持ちました。はい、こんな感じですね。あとは細かいニュアンスとかは、ちょっと少し毛先の方をあんまりブランド感取らないようにして、この中のところを T4 で少し取ったりとか、こういうところですね、ちょっとイングラの部分をちょっと深く
いいぐらいにしてみたりとかしてやるぐらい微調節ですね。こういう感じで、はい、ここをちょっとこうイングラのところを取っていきます。この取るっていうのはここですね。ここにちょっと